るね。一気にやってやろうぜ。うん、やってやるぞ。倒す、気絶しやがれ。俺が引きつける。支援ありがとよ。ふん、俺がスラッシュ。セイバー、ストライク、行くぞ。銃声だ。そのままクロスインパクト。はい、スラッシュ。すごい派手な戦いぶり。だろ、もっと褒めてくれよな。アッパークラッシュ。乗りやすい。俺が引きつける。だろ、もっと褒めてくれよな。敵を倒すのは任せてくれ。俺が守る。いいな君は。あ？その根拠のない自信、分けてもらいたいくらいだ。あれこれヘみたいな理屈をこねくり回して結局動かねえより何万倍もマシだろうが。誰のことを言ってる。さてな、自信なんてねえよ。俺は動かなきゃならない、そんだけだ。意味がわからん。お前さんだって動かないなりの理由があんだろ。怖いのか。ノアがな、よく言うんだよ、しょい込むなって。俺が動かなきゃいられない理由分かってんだよ。あいつ間違ってるって言ってんだ。そう言われてもな、ただそうにもその相手はもういねえ。だからこれしかできねえ。お前さんだって似たようなもんなんだろ。はあ、ま、でもよ、お前さんのその慎重なとこ嫌いじゃねえぜ。言ってることがさっきと真逆だが。前言撤回ってやつだ。ままにはしておけない。これは良さそうなものを見つけたね。初めて知ることばかりだ。もらえるもんはもらっとかないとな。
さて、この辺りには何があるんだ。この行動の大きさならレウニスも襲ってこないだろう。この先も何があるか分からない。慎重に進もう。当然だ。急ぎ抜けたいところだが、慌てても仕方がない。この辺りは鉱石やジェムストーンが豊富も。早く行くも。お宝は全部いただいていくも。桃？リクのテンションが高いですもん。ももん、ジェムストーンは使い道が豊富も。今後の役に立つも。リクが楽しそうだからびっくりしましたもん。そういうのが好きな、まあ趣味みたいなものも。マナナは料理が好きですもん。それは知ってるもん。陸好みのジェムストーンを見つけたら拾っておこうか。ついででいいもん。使い道はあるからノアたちの役に。ついでなんてらしくねえこと言うじゃねえか。ノポンは戦わないもん。でもお荷物になるの。マナナたちも戦えたらお荷物になりませんもん。そんなこと気にすんなよ。役割分担ってやつだろ。マナナたちもインタリンクできたらきっとお役に立てますもん。そんなことができるならとっくの昔にやってるもん。そうだな。ひとまず行動を抜けるのを最優先に。鉱石、俺たちにとって役立つものならそこをないがしろにはできないし。わかったもん。それで問題ないもん。しゃあねえな。俺も手伝ってやるぜ。ランツまで。お前に恩を売っとくのも悪かねえからよ。もうどうせそんなこと。てくれよな。珍しいのがいるぜ。地形情報を更新した。ふーん、動きそうにないね。電源を入れる必要がありそうも。ただエーテルシリ
少し周りを見てみようか。ああ、それが良さそうだ。動きました。これでエレベーターを動かせるはずも。さすがリクだな。こういうのに詳しいのがいると助かるぜ。これぐらい朝飯前も。よし、行こう。強くなった実感があるよ。えい！うまいもんだろ。早く使ってみようぜ。これぐらいにしておくか。生き返った気がするよ。綺麗さっぱりだぜ。出発。よっと。下に降りられそうだね。なんだこいつら。面倒だが、一仕事やるしかないな。時間を食ってる暇はないんだ。さっさとやっちまおうぜ。マナナも戦いますもん。え、アトーデスマー。マナナ、なんて無茶な。やりましたな。ダメ、マナナ止まって。こっちはハラハラしたよ。まったくだぜ、無茶しやがる。とにかく無事でよかった。マナナ、料理以外でもお役に立てますもん。それを言うためだけに突っ込んだもん。
行動で示すことが大事ですもん。鍋を投げてその上に乗るなんて信じられないこと。頑丈が売りの鍋ですもん。護身用にも使えますもん。そういうことじゃないもん。マナナ、リクはね、マナナのことを心配してくれてるんじゃないか。そうなんですもん。別にそういうわけじゃ。ありがとうですもん。でもマナナは大丈夫ですもん。だってよ、心配しすぎもよくねえってことだな。だから別に心配とかじゃないもん。照れんなよ、悪いことじゃないんだし。照れてないもん。ノア、なんとか言ってやってほしいもん。仲間に怪我してほしくなかったんだ。それでいいだろ。でもリクの言うことももっともだ。これからは無茶せず。わかりましたもん。無茶はしませんもん。話はまとまったようだな。さあ、ここをこうすれば。移動開始っと。マナナのやつ、ぶっ飛んだことしやがるな。そうだね、私びっくりしちゃった。開けられないのに。あれ、あそこの石光ってない？もしかして。おい、これは違うもん。これは見分けがつかないね。そこは大丈夫もん、リクがいるもん。頼りにしてるよリク。任せるもん。まずはこの辺りを探してみるもん。これは違うもん。でも使い道があるから取っておくもん。すごいじゃないか、宝石やジェムストーンを見分けるの難しいな。そこはリクに任せるっきゃねえよな。もらえるもんはもらっとかないとな。すごいじゃないか。
ックにやってやろうぜ。邪魔をしないでもらおうか。アッパースラッシュ崩れろ。俺が引きつける。ワリン、何だった。これこれドローン大地引きつけられない。セナ、本当に強い。ハリドスパイク、最高のタイミングだ。エアスラッシュ、そこ、はい。リノリノスライドヒーリング。ツー、ミョーガ、ジャイアンブラックドローン行く。優勢だ。このまま押し切るぞ。力を感じるぜ。強くなってる。うん、うまく戦えてるね。ああ、これからもこの調子でいこう。これじゃねえの。似てるけど別物も。ここをよく見たらわかるもん、色のくすみ加減が。わかんねえよ。でもいらないものじゃないから持っておいてほしいもん。こうやって鉱石探すの意外と楽しいね。うん、でも区別がつかなくてちょっとだけ困るかも。これではなさそうだ。桃、それは別の時に使えそうも。ふん、わかった。リクの探してるお宝、本当に見つかんのか。この辺にはないみたいだね。もっと奥へ進まないといけないのかな。もう夜か。ああ、こっちを任せてくれ。どれ？俺が引きつける。支援ありがとよ。これ以上は引きつけられない。俺たちも息が合ってるじゃないか。俺もこっちが掴めてきた。すごい派手な戦いぶりだろ。もっと褒めてくれよな。広い空間が、うん、すごいね、ミオちゃん。やっ、こんなに貴重なものが手に入ると。地面から出てきたと思ったら何か落とした。これも何かの縁かな。何か落としたモンスターがいるぞ。一気にやってやろうぜ。準備はできてる。やろう。俺が引きつける。悪い、助かった。崩れろ。倒す。やるか、マイク。これ以上引きつけられない。クラッシュアート、ストライク。クラッシュアート、フロリアスでエースクイズ。クドロー、闇まとい。この程度は予告の範囲なんだ。回復してあげる。待ってて。グロリアスエッジ。ダイオ。許せない。ドライクマイクドロー。抑えきれないか。助けて。俺が引きつける。助かった。崩れろ。使いこなせてきたかな。
本当に石が好きそうですもん。たくさん拾ってました。ジェムストーンや鉱石はそこらに転がってる石と、それにさっき拾った鉱石も使い道マナナにはわかりませんもん。リクはちゃんと見分けられてたし、そういうのに詳しいんだよね。まあ少しだけも。謙遜してんなよ。リクは集めんのも使うのもうまいんだぜ。余計なことは言わなくていいもん。余計なことなんかじゃないよ。好きなことがあるっていいこと。そうですもん。よかったなリク、石集めが認められてよ。鉱石とジェムストーンも。だいたい素材の調達から整備まで全部リクがやってるもん。大事な装備を整えてみんなが生きて帰れるようにするのがリクの務めも。リクは自分の仕事をしてるだけも。ランツ、おい、俺だってそこそこちゃんとやってんだろ。そうなんだ、すごいね。話しすぎたもん、らしくないことをして。そんなことはないさ。理解を深められるのは悪いことじゃないだろう。そうですもん、仲良くなれるのは仲良くなるためにもっとお互いのことを知れたらって思わない？なるほどですもん、お互いを知るのも大事ですもん。あ、そうですもん、そういうことなら次はマナナの好きをお見せしますもん。次って別に順番お任せあれですもん。マナナの得意ですぐに分け、あそこがいいですもん。休憩します。へえ、こんな場所が。休息を提案したい。腹減った、なんか食べ物終わっと。今のうちに疲れを取っておこう。さすがにうめえな。ああ、不思議と疲れが飛ん。レーションばっかりじゃ味気ないし、こういう楽しみって変ですもん。太陽さんのご飯が大惨事だからマナナ頑張って。そいつは初耳だ。やばいな。やばやばですもん。効率よく摂取でき、持ち運びなどの機能面を重視した食事だっただけだ。それにあれはすでに改善されている。ってことは前はヤバかったってことだろ。でも私は好きだよ、体温の料理。大丈夫さ、飲み込んでしまえば大抵のものはなんとかなる。おかわりはあるもん。お、どうしたの。なんだよリク、好物でも入ってたか。好物とかじゃないもん、マナナの努力が伝わる味だったもん。それを残すのは失礼もん。実はチリチリジャコを隠し味に入れてましたもん。気づいてくれて嬉しいですもん。もうそれは知らなかったもん。そうなんですもん、でも今知ってくれたからいいですもん。リクのおかわりは山盛りで持ってきますもん。あれでいいのか。おいしいからおかわりをしたんだよ。マナナもそれが分かったからきっと良かったんじゃないかな。それだけ嬉しかったってことだね。素直に言葉を受け取れるのはマナナのいいところだと思うけどな。
素直すぎるかもしれないけどね。それに加えて無邪気であるというのがノポン族の特徴だ。素直で無邪気ね。リクも十分素直でいい。ノポンもそういうことにしておくか。リクだってジェムストーンや鉱石を探してるときすごく真剣だったもんね。好きなことに本気になれるのは本当にいいことだよ。セナはいいやつも、ランツにはこういうところがないもん。おい、どうして俺なんだよ。この先、リクの好きなお宝があるかもしれないな。じゃあ、頑張って探さなきゃね。そうだったもん、この辺りにお宝の匂いがプンプンするもん。よし、一休みしたら探してみよう。了解も、絶対見つけるもん。ここ渡らなきゃダメか。ここしか道はない。下を見ないようにするんだ。そんな、私が